七夕の争いが面白くなりました。さあ続いて日本のエース秋山恵梨香です。持ち点は 9.650、 1m59cm、 43kg。 しかし昨日はなかなかいい演技でしたね。そうですね、まあ、この大会落ちた選手が出れなかったもんですから、一人の、はい、まあ、ベテランとしては頑張らなきゃいけないというのでちょっとプレッシャーかかってますね。黄色い数字が昨日の持ち点です。大塚さんはなんか腰痛ですか、はい、腰を痛めたんですね。そうなんですよ。以前からソウルオリンピックまでは絶対に現役を続けたいと言っておりました秋山恵梨香。背面で取ります前転。ここまではいかがですか。前半少し伸びやかさがありませんでしたけど、だんだん乗ってきてますね。まあ、あの前にドルチニーニャがやっておりますからお分かりいただけると思いますけれども、やはりスピードの面においては相当違うと思うんですね。倍数ぐらいの中身の濃さがあるのと、秋山選手はゆっくりと演技を見せているというところですから、できるだけこの正確な演技をしなければいけませんね。今一つ後ろで取るところをね、ごまかしてしまいましたけども、もう何でも正確にということをモットーで日本の選手はやらなきゃいけませんね。このようにこう移動の数、やはり直線で行かなきゃいけないところがちょっと左右に揺れてますよね。こういう場面も投げの正確度がものを言うわけですね。全日本3連勝の日本のエース秋山恵梨香の演技でした。大きなミスはなかったですけれどね、はい、さあ得点が楽しみなんですが、今スローをご覧いただいております。これは同時に左右のクラブスを上に上げまして両手で取るという特別な高級難度ではありませんけれども、はい、独創性の場所としてですね、演技の組み立ての中では生きている場所ですね、うん、しかしソウルに向けて各国の選手も本当に真剣ですね。そうですね、やはりあの得点は 9.725 です。よく出ましたね、出ましたね、はい、昨日本当によくできたのにほとんど 6-5 止まりでしたからね、はい、7は取ってほしいなと思ってたんですよね。これで合計得点が 19.375、475ですか。